現在船橋市には87の国と地域およそ1万2000人の外国人が暮らしていますが、災害時に落ち着いて行動するためには日本のそして地域の防災について正しい理解が必要です。今週初めは外国人のために開催された防災タウンウォッチングについてお伝えします。この防災タウンウォッチングは新京成線の双葉向こう台駅から高根台公民館までのおよそ6キロの道のりを避難場所のマークを探しながら歩き避難経路の確認などをしようというもので、船橋市国際交流協会が中心となって4年前から行っています。町の中にその避難場所とか一時避難場所、広域避難場所、宿泊可能な避難場所とか、まあ、そういうのがあるのをどこにあるか見ていただく、それからそこに行くのに電柱に結構いろんな標識がありますので、それがこんなところに貼ってあるよと、でこの意味はこういうことよと、とにかく外国人の人にそういうのを知ってもらうと、防災意識高めるのと同時に実際がどうなっているかを見てもらう、まあ、そんな目的で何十名か参加していただいてうまくいってるんじゃないかなと思ってますけど、はい、昭和62年に設立された船橋市国際交流協会は船橋市民を中心に広く国際交流親善についての理解と関心を高めるため積極的にさまざまな交流事業を行っています。そして外国人への防災対策の一環として、万が一の時にどのような備えが必要なのかを分かりやすく8カ国語でまとめた多言語防災ガイド&マップの発行もしています。この日は中国やマレーシア、フィリピンなどの外国人59人が参加し、災害が発生した時に被災地などで外国人の支援活動をするボランティア、災害時外国人サポーターによる通訳や説明で街を歩きました。避難場所が知りたい、一応よく知りたかったので、防災とかもあんまりそうこういう、まあ、興味が持ってたので、はい、街中のどんなところに注意して避難すればよいのかを実際に歩きながら確認しておくことは外出時に災害が発生した場合にも役立ちます。コースの途中には避難場所に指定されている小中学校があり、標識に書かれている内容についての詳しい説明も行われました。毛布がありますよ。それからここはそう、怪我をしたり、それから病気の時ここで薬とかお医者さんがいますよっていうことです。避難所は毛布やお水があって泊まることができます。避難場所は泊まることができない、広いところですね。また避難場所の確認だけでなく、歩きながら地元船橋の自然、文化、歴史についても知ってもらおうと、コースでは船橋町歩きネットワークのガイドで桜並木や神社、お滝不動尊を巡るなど春の雰囲気も楽しめる内容になっていました。不動明王光ってたそうです。地面がね、掘ってみたら不動明王という仏様が出てきたので、それをお祭りして不動尊と言われるようになったようですね。たくさんの お参りの方がお見えになります。参加者の中には日本に来てまだ間もない人もいて、神社ではお参りの仕方を教わるなど日本の文化に触れる良い機会になっていました。船橋ちょっとね、住みやすいところですね。少しずつでも分かるようになりまして、本当にいいガイドと思います。避難場所とか、何か普通の市民のためにとか、あれは国いいことと思う。これからちょっと自分の住む町とかもちょっと注意してしながら歩いていこうと思います。は
コースの途中にある自動販売機には自分の現在位置を知るための情報が書かれています。上にあったり、もしここでね誰かが倒れた時、火事ですか救急ですか、救急です、場所はどこですか、皆さん漢字、ね、船橋市南岬 3-13-29、 これを消防署の人に電話知らせてください。外国人としてはとてもいい勉強になりました。避難場所、避難所なんかよく聞いてるんですけど、詳しいまだ分かんないんです。分かんなかったんですよ。今回来て先生なんか詳しい詳細ところ説明していただいて役立つと思います。いろいろな歴史とかを学べて楽しかったです。ボランティアさんは親切です。防災のことをいろいろ、まあ、学んでよかったと思います。私たちがやってる防災活動、あるいは外国人を災害弱者にしないという活動はまだまだPR 不足っていうか理解がまだ足んないなと。去年も10月にやりましたけど、インターナショナルフェスティバルっていうの、これも毎年やることにして、そういうところにも我々のブースをもらったり、それから市の防災フェアとか、まあ、とにかく極力我々が出てって国際交流協会がこういう活動してるんですよということを努めて PR して理解してもらおうというふうに思ってます。災害時には外国人を含めた災害弱者と呼ばれる人たちへの支援は地域の人たちによる協力が大切です。いざという時のために避難所や防災用井戸、町会自治会による自主防災組織などについてご確認ください。さて、船橋市では心肺蘇生法や AED の使い方などを習得してもらおうと市民へ向けた救命講習を積極的に行っています。その中でも最も多く実施している普通救命講習はどのようなものなのか、ご覧いただきましょう。普通救命講習では主に胸骨圧迫と人工呼吸による心肺蘇生法、そして電気ショックで心臓の動きを取り戻すための医療機器 AED の取り扱いについて詳しく学ぶことができます。講習では初めに救助者と協力者の役に分かれ、倒れている人を発見した場合の反応の確認と通報、呼吸の確認から始めます。反応がありません、誰か来てください、そこのあなた119番に連絡してください、反応がないことを伝えてください、そこのあなた AED を持ってきてください。呼吸の確認、1、2、3、4、5、6、呼吸が、続いての胸骨圧迫は強く早く絶え間なくが重要で、胸のちょうど真ん中に片方の手の付け根を置き、胸部が少なくとも5センチ沈むまで強く圧迫します。人形の胸部をビデオを見ながら1分間に100回以上の速いテンポで押し続けます。効果的な心肺蘇生は AED の使用時を除き、絶え間なく胸骨圧迫30回と人工呼吸2回を繰り返すことが重要です。胸骨圧迫が思い以上に力がいてすごい大変で、一人じゃできないな、続けてできないなって思いました。毎年 AED を講習を受けているんですけども、基本は胸骨圧迫ということをもう一生懸命頑張りたいと思います。大変疲れましたけども、大事なことなのでしっかり覚えて帰ろうと思います。講師には消防局の職員のほか、消防局長から認定を受けた市民インストラクターも参加し、
その中には船橋に12年間在住するフランス人の方も活躍しています。フランスでやってて5年間ぐらいでやってて、日本に来た時にはもう免許としてとかもう全然国によっては違いますからできなくてと思ってたんですけど、もう偶然で息子と一緒に講座を受けた時に、その市民スラクターもありますって聞いてたんですから、もう参加しました。その市民スラクターの方にやりました。 AED の講習では電源の入れ方や電極パッドを貼る位置、電気ショックを与える際の注意点などについて実践を交えながら学びます。AED は現在市の公共施設およそ300カ所と市内のコンビニ196店舗に設置しています。さらなる救命率の向上にはいざという時に AED を使える人が多くいることが大切です。こうした講習に参加することで救命技術を学ぶことに加え、命の尊さを再確認し、命の危険が迫っている人に対して手を差し伸べる勇気と行動力を得ることができます。動いてみると予想以上になんかテンパるというか混乱しちゃう感じなので、もっと冷静に動けるようになればなと思いました。年に2回受けるようにはしてるんですけども、やはり定期的に受けないとわからないなっていうのは感じました。でちょっと職場でも使えますので、今後いろいろとまた講習を受けていきたいと思います。介護福祉士の勉強を短大でしておりまして、確実に着実に救命行為が行えるようにしなければいけないというそういった使命感もありますので、日々心がけながら1ヶ月に1遍ぐらいは練習したいと思ってます。本当にためになって、みんなにもぜひ講習を受けるように進めたいと思います。今回行われたですね、普通救命講習をですね、積極的に受けていただいて、船橋市のですね、救命率、また船橋だけではないんですけども、日本の救命率を上げるためにですね、心肺蘇生法を取得してですね、また AED の使用の方法も覚えていただきたいと思います。よろしくお願いします。救命講習の実施日については広報船橋またはホームページをご覧ください。お問い合わせおよびお申し込みは船橋市消防局救急課までご連絡ください。心停止した場合わずか5分で死亡率が 50% にまで上昇することから、救急隊が到着するまでその場に居合わせた人による救命処置が最も重要となります。多くの人に救命講習を受講していただき、心肺蘇生法や AED の使用方法を覚えていただきたいと思います。では最後にお知らせです。市では市内で活動するさまざまな市民団体と市長が直接意見交換を行うまちづくり懇談会を開催します。そこで懇談会に参加する市民団体を募集します。懇談会でのご意見は今後の市政に反映していきます。応募期間は4月14日月曜日から4月30日水曜日となっています。船橋三番瀬海浜公園では4月13日日曜日から春の風物詩潮干狩りが始まります。開催日時は海浜公園のホームページやテレフォンサービスでお知らせしています。潮位によって開催日時が異なりますので、お出かけ前に必ずご確認ください。ご家族やお友達とぜひお出かけください。それでは今週はこの辺で失礼します。